ヘッセン大公国はドイツ中部にかつて存在した国。神聖ローマ帝国の解体後1806年にナポレオンがかつてのヘッセンダルムシュタット砲白を大公の位に格上げした結果成立した。この成立の経緯からこの国は時にヘッセンダルムシュタットと呼ばれていた。ナポレオンのライン同盟に初代大公ルートビヒ一世が参加したことから 1815年のウィーン会議で領土の多くを割上せざるを得なかった。ベスト・ファーレン公国の領土は、1803年に帝国代表者会議主要決議からヘッセン・ダルムシュタットが獲得したもので、後プロイセン王国へ割上された。しかし、マインツにあった封建時代の重要な要塞を含むラインガー・左岸の数カ所の領土を受け取っている。1816年、 対抗国は正式な国名を、ヘッセン・ウント・バイ・ライン対抗国と変更した。1834年、ギーセン大学の医学生であったゲオル・クビューヒナーと、小学校教員であったフリードリ・ヒルート・ビヒ・バイリヒは、農民や手工業者に放棄を促し、大公国の体制転覆を図る宣伝パンフレット、ヘッセン旧止を制作した。革命のクワは、失敗に終わったが、 ヘッセン旧止はよく知られた政治文書となった。1867年、広告北部が北ドイツ連邦の一部となった。1871年、大公国はドイツ帝国の構成国家となった。最後の大公エルンストルートビヒは第一次世界大戦後に退位させられた。大公国は共和制のヘッセン人民衆となった。国土の大半はフランクフルトアムマイン。 バルデック地域、プロイセン領、ヘッセン・ナッサウ州と連合して新たに、ヘッセン州を形成し、第二次世界大戦敗戦まで続いた。ヘッセン・ナッサウから、モンタバウル行政区を除いた部分、そして、ラインガー・サガンのヘッセン・ダルムシュタット部分が、ラインラントプ・ファルツ州となった。トビチノバーとビンプフェーンは、バーデン・ビュルテンベルク州の一部となった。第二代対抗ルートビヒ二世の四男、 アレクサンダーとその妻ユリア・ハウケの子供たちは、ヘッセン家から別れ、両親のイントンチバッテンベルクにちなみバッテンベルク家となった。バッテン、ベルク家は、ヨーロッパ各国の王家と結婚により結ばれている。イギリスへ移った、アレクサンダーの長男ルイスは加盟をバッテンバーグ家、そしてマウントバッテン家と改めた。ルイスの娘、アリスの長男は、エリザベス2世の王ハイフィリップである。 イギリスでは1960年に女王とフィリップの間の子孫はマウントバッテン・ウィンザー家とする直例が出ている。3分割されたヘッセン対抗国、上ヘッセン、シュタルケンブルク、ライン、ヘッセンヘッセン対抗国は3つに分割された。ルートビヒ1世、ルートビヒ2世、ルートビヒ3世、ルートビヒ4世、エルンストルートビヒ。ありがとうございます。